これらのカードに変更が加えられたぞということで調整きましたね。結構今回数が多くて、まあ、弱いカードの強化、強いカードの微調整来てますが、その中でジャーマンね、これ軒並みバフされたカード使ったデッキを今回プレイしていきたいと思います。こんにちは、おしゃぎです。今回はビッグシャーマンです。肉食の魚群2枚、ソレイの知識2枚、ジャズベース2枚、ライドニングストーム2枚、冬眠2枚、野獣の精霊2枚、先見の明2枚、オルタードコード2枚、生産の傾聴者2枚、仮面の水脚2枚、戦争の騎士リーベンディア1枚、雷鳴のゴルガンネス1枚、氷結の狂戦士2枚、古生の軍勢2枚、肉の魚介2枚、ストーンボーンの将軍2枚という構成、これはドンキーさんかなが作成したビッグシャーマンです。で、デッキの特徴は高コストのミニオンを仮面の水脚や、あとは調整の入った五章の軍勢、これ10マナから9マナになったね、などで召喚する構成のシャーマンで、他にも8マナから7マナになった病欠の狂戦士や、ただこれ自体に蘇りがつくようになった生産の傾聴者も採用されてます。で、あとはジャズベースも入っていて、これで5章の軍勢のコストを下げれば早めにこの辺のダマツマミニオン召喚することができると。強制されたカード入りのシャーマン、面白そうだったので試してみたいと思います。ではプレイの方どうぞ。はい、リッチキング。ゴミはいいかな。ゴムいるからね。疫病ならいらんかな。お、肉。この薬が赤かな。当てる。やった。疫病。お、五章の軍勢来た。ああ、水脚いいね。まあ普通に疫病だ。発掘疫病。ほい。採掘災害。あ、これ。出るや。当てる？あ、そっか、取れるか。いやー、何も意味なかったの。処理はできたい。ジャズベール当てる。そう寝る。魚群か。あ、次いけるか。とりあえずいっか。魚群しとくと割と面白い。これ5個か。でも武器踏んない方がいいかな。ゴルガン、まあいいか。とりあえずまあいいね。次もいけるけど出る。お、ある場所あるかな。え、死ぬぞ。ですかね。ああ、そういうこと。そういうことね。あえて残したんかな。とりあえず。終わったよ。これなんですか。悲しすぎる。リーベンディア。朝ここAさんが結構いやらしいから、これあと3点。ああ、3点出るじゃん。オッケー。だんだんお荷物扱いされてたゴルガンネスが最後にいいとこ持ってったわ。なんてやつだ。はい、バリーラさんぐいな。遠見はいっかな。遠見いらんかな。バリーラなら。お、先見の目いいね。ワオン。ダブルワオンからの先見の目でもいいけどな。メカかい。ストームいる。ストームいるんかい。合ってる。合ってる。ギャー。モルタードコードつい使えるか。タラクタリップ使うまでもないかな。調子に乗ってちょうでんね。あーコイン吸収。あ、隠れ見なかった。じゃあよかった。乗っとった。さらにその隠れ見あったら終わってたな。本当にそれだけ。いやー先見の目。耳のスイッチ。ガラクタ。で、なぞって。いや、好き放題される。挑発。で、目出し。危ねえ。隠れ見ないだけ。まあまず見るか。じゃあまずこう、うん、あれ取れてますね。自動警備段取りミミロンスイッチアタック探検。ああつえ五章の軍勢まで持てばいいよな。いやーほっとけないな。どっちだもうチップのがやばいけど。いける。次の5章の軍勢はめちゃ強い。耳のスイッチ強くないか。ああとりあえずって感じか。耳のスイッチめっちゃ強い。あっちか。寝たくない。ユエンディアまでいかん。5章の軍勢ゴー。あリベンディアまで行くわ。よみがえらないか。ジョー死なない。やめな。残った。いやしかも手札こんだけあるってのがいいな。なくならないってのが。86。イーサルはないよな。講師がボカンな中身。よし。お。はい。オッケーでした。いや、だいぶでも助けられたな。疾風とか隠れ身とかね。使えてた、死んでた。あ、でも五条の軍団強かった。はい、ということでビッグシャーマンでした。調整が入ってバフされたカード。軒並み活躍してくれたんで良かったと思います。中でも生産の傾聴者、かなりしつこく守れるんで良かったね。で、戦績はこんな感じ。2勝1敗でした。もう動画の2戦でやりたい動きできたんで良かったと思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。